コンピューター、メディエーテッドコミュニケーションは、2台以上の電子機器を介して行われる人間のコミュニケーションと定義される。日本語の定約はなく、コンピュータを介したコミュニケーション、コンピュータ媒介コミュニケーションなどと訳されるほか、医薬的にインターネット上のコミュニケーション、非対面コミュニケーションなどとも呼ばれる。この用語は、伝統的に、 コンピュータを介して行われる通信を指すものであったがテキストメッセージングなどの他の形式の文字ベースの交流にも適用されるようになっている。CMC の研究はコンピュータを介した様々な通信技術の社会的影響に大きく焦点が当てられている。最近の研究の多くはソーシャルソフトウェアが提供するインターネットベースのソーシャルネットワーキングに関連している。 様々な分野の研究者が CMC のアンブレラタームで説明できる現象を研究している。例えば CMC に対する社会心理学的アプローチは人間同士の交流を管理し印象を形成し関係を形成、維持するために人間がコンピュータをどのように使用するかを調べることによってなされる。これらの研究は オンラインとオフラインの相互作用の違いに焦点を当てていることが多いが、現代の研究では CMC が日常生活に埋め込まれた形で研究する必要があるという見方に向かっている。CMC の研究の別の分野では、絵文字などのパラ言語の使用、和者交代、蓄字解析、会話の構造などの御用論的なルール、これらの環境に、 特有の様々な社会方言、スタイル、用語集などについて調査している。これらの研究は、通常、文字ベースの CMC に基づいており、コンピュータを介した会話の分析と呼ばれることもある。環境だけでなく、コミュニケーションが行われる手法によって、職業上、社会、教育の場面での人間のコミュニケーションの手段は大きく異なる。 共同作業を達成するためのコミュニケーションの研究は、コンピュータ支援共同作業と呼ばれ、他の形態の CMC 研究にも一部、関係している。一般的な CMC には、電子メール、テレビ電話、音声通信、チャット、電子掲示板、メーリングリスト、MMO などがある。これらの位置づけは、新技術の開発とともに急速に変化している。 ウェブログも普及し、RSS データの交換により、ユーザーは、自らが、出版社になることができる。コンピュータを介した携帯で起こる通信は、相互作用の多くの異なる対応に影響を及ぼす。学術文献で注目を集めているものには、印象形成、欺瞞集団動態、開示相互主義、脱疎外、特に関係形成がある。CMC は、 同時性、永続性、または、記録可能性、匿名性などのすべての形式の通信に普遍的で、あると考えられるいくつかの側面を通して、他の通信媒体と比較して検討され、比較される。これらの側面と、様々なコミュニケーションとの関連性は大きく異なる。例えば、インスタントメッセージは、本質的に同期的だが、永続的ではない。 メッセージログを自動保存する設定にしているか、会話を手動でコピーペーストしない限り、コンテンツは失われる。一方、電子メールや電子掲示板は応答時間は異なるため同期性は低いが、送受信されるメッセージが保存されるため持続性は高い。他のメディアから CMC を分離する特徴には、一時性、そのマルチモーダル性、 その行動規範の相対的な欠如がある。CMC は他のコミュニケーションの物理的及び社会的限界を克服することができ、従って同じ空間を物理的に共有していない人々の交流を可能にする。人がコミュニケーションのために選択する媒体は人が個人情報を開示する程度に影響を与える。CMC は対面でのやりとりとは 対照的に会話の自己開示のレベルが高くなっている。自己開示とは対人関係を確立し維持する個人的に関連する情報、思考、感情の言語コミュニケーションである。これは部分的に視覚的な匿名性と顔を失う心配を減らす非言語的な手がかりがないことに起因する。バルターの超個人的コミュニケーションモデルによれば コンピュータを介したコミュニケーションは、より良いコミュニケーションと優れた第一印象を提供する上で貴重である。さらに、ラミレスとチャンは、コンピュータを介したコミュニケーションが、対面コミュニケーションよりも、二人の間により近さと魅力をもたらすことを示している。オンラインの印象管理、自己開示、注意力、表現力、平成そして他の技能は、 コンピュータを介したコミュニケーションの能力に貢献する。実際には、オンラインコミュニケーションツールの多様性があるにも、かかわらず、コンピュータを介した対話と対面の対話には、必要なスキルに、かなりの対応がある。匿名性と、プライバシーとセキュリティは、使用しているコンテキストや、特定のプログラム、または訪問している、ウェブページに依存する。しかし、 現場のほとんどの研究者は技術的な限界と並行してこれらの要因の心理的及び社会的な影響を考慮する重要性を認識している。CMC は語学学習者が言語を練習できる機会を提供するため語学学習で広く議論されている。例えば、ウォーシャワーは電子メールやディスカッションボードを様々な語学の授業で使用する。 ことに関するいくつかのケーススタディを行った。ウォーシャワーは、情報通信技術は、話すことと書くことの間の歴史的分裂を埋めると、主張した。このように、第二言語のリーディングとライティングの研究は、インターネットの盛んな動きのために、大きな関心が寄せられている。CMC の本質は、時間や場所に関わらず、個人が他者とコミュニケーションを取ることを容易にすることで、 ある。CMC では、地理などの要因によって不可能になるプロジェクトでも、個人が共同作業することができる。さらに、CMC は、性格や障害などの要因によって脅かされる、可能性のある人物がコミュニケーションに参加するのを、手助けする。個人が、自分の選択した場所で、コミュニケーションできるようにすることで、CMC により、人は、最小限のストレスで、 コミュニケーションに取り組むことができる。CMC を通じて個人を快適にすることは自己開示においても役割を果たし、コミュニケーション相手がより簡単に心を開き、より表現力豊かなものとなる。電子媒体を介して通信する場合、個人はステレオタイプに関与する可能性が低く、身体的特徴について自己意識が低い。 匿名性がオンラインコミュニケーションで果たす役割は防衛的でなくても他のユーザーとの関係をより迅速に形成するようにユーザーを促すこともできる。ありがとうございます。